さゆみ、さゆみ、モームス引退か。俺ら、さゆみのことはね、卒業しちゃって、超、応援しつつか、超、いい感じ、超、いい感じって感じでね、さゆみのことはね、引退しても応援したいと思う。やっぱね、モームスが今まで存続できたのは、やっぱさゆみの功績がでかいと思う。モームスの黄金期、ミキティとかね、ナッチが卒業した後、ここまで存続できたのってやっぱりね、さゆみのおかげなんだよ、やっぱり。俺、さゆみがいなかったモームスはここまで続かなかったと思う、俺は。さゆみありきのモームスだと俺は思ってるよ、本当に。だって、心配だもん。さゆみがさ、もしリーダーじゃなくなって、本当に、モームスがいなくなってしまった場合、モームスが、ね、存続できるのかどうかっていうことは俺はすげえ心配だぜ。さゆみいなかったらちょっとモームスきついんじゃない？モームス、今のモームスで道重さゆみが一番可愛いと思うし、一番応援してるもん、可愛いと思うしね。そう。ぶりっ子で嫌いな人はいると思うよ。でもぶりっ子っていいじゃん、可愛かったら。ぶりっ子であっても。ぶりっ子で可愛いからほんとさゆみは俺は本当にオッケーだと思うよ。オッケーって感じで応援してるんだよ、常に。ねえ、まあ、引退、モームスやめないでほしいな、24歳で、アイドルっていう年じゃなくなってきてるって言うけど、外見はまだ18歳ぐらい見えるから、マジ、引退はしてほしくないなと思う、本当に、俺はね。まだまださ、まだまだ、さゆみはいけると思うぜ、俺は。で、なんか、グループ、在籍期間は、4100日で歴代最高なのはやっぱりね、理由があるんだよ、この歴代最長には。モームスでスターっていう存在がさゆみしかいなかったっていうのが理由だと思う。やっぱスター、昔のモームスで全メンバーがエースやったね。カゴちゃんとか、辻ちゃんとかね、もうエースだらけやったやん。ミキティとかもね。本当に、エースがあんだけいたから、すげえパワー生み出して、その後やっぱ落ち目になったんだけど、それを支えたのはさゆみなんだよ。さゆみ一人の力でここまで引っ張ってきたと言っても、ほんと過言じゃねえと俺は思ってるよ。なあ、モームスはどう考えてるかわかんないけど、俺はさゆみの、ね、カリスマ性がまだモームスにはいるなと俺は思うんだよ、ほんとに。まあ、モーミニングスにまだ残ってほしいなと俺は正直思ってる、まだ。俺はね。だからいろいろね、深いよね、そこら辺は。まあな、でも、引退したとしてもね、まあ、モームスをサポートするって形で、まだサポートしてほしいなと思う。だからまださ、道重に代わるスターっていう立場がさ、まあ、いないわけじゃん。だから、そのさ、スターが出てくるまでさ、ちょっと支えてあげてほしいなと俺は思うよね。